ゲレンデに爽快なシュプールを描くスキー客。札幌国際スキー場では7つあるコースのうち6つのコースがオープンしました。朝の時点ですでに去年のオープン日に迫るおよそ700人の客が訪れ、初滑りを楽しんでいました。すごい楽しみだったので嬉しいです。ワクワクします。半年楽しみにずっと待っておりました。初日ですけども体力ある限り目いっぱい滑ります。楽しいです。何も言えねえ。山頂付近の積雪はおよそ50センチで、今後の雪に期待しながら来月の全面オープンを目指しています。